使ってる。インストラクターだったりパーソナルトレーニングでこう収入を得てた部分があるので、やっぱりこの自粛っていうことになって、そういうパーソナルトレーニングとかのキャンセルがもう本当キャンセルがいっぱい出ましたし、ジムでこう働くっていうインストラクター業もなくなってましたので、まあ、収入的にも大きく変わりましたし、レンジャーズジムを一応インストラクターという形で来させてもらってるんですけど、所属自体がフリーなので、毎週もう毎日一日一日でジムを変えて出稽古いろんなところで協力してもらってやらせてもらってたので、まあ、やっぱり僕所属選手じゃない人間がこう出稽古に行ってこう感染につながったりしたらいけないなっていうのを思ったので、ちょっともう練習も一気に出稽古止めたので、そういったトレーニングの面でも、ガラッと生活は変わりましたね。最初はちょっとそこまで重要に考えてなかったんですが、すぐ終わるのかなっていうふうに甘い考えの自分もいたんですけど、まあ、長くなってでちょっと考えたんですけど、まあ、試合にがたとえなくてもこう人間的に強くなる一環として体を動かすっていうのは、まあ、自分の人生のルーティンに入れるものだとこうやっぱ改めて確信したので、そこはちょっと思ったより早く解消できて、まあ、きついですけど、モチベーションは固まった部分もあると思います。あ、遊びとか、そうですね、友達とやっぱ会えなくなったのがあるとか、一人の時間がなんか増えたのが多いかなって思ったりとか、運動もできなくなったっていうのが多いですね、めっちゃストレスですね。なんか今までとやっぱ全然ガラッと変わったんで、練習来ても誰も人いないとか、やっぱ何しようかなと思ったりとかたまに一人の時もあるんで誰も来ないサウンドバッグで叩いたりとか時もあるんで、やっぱストレスはめっちゃストレスになりますね、やっぱり周りと違うんで。やっぱでも練習前ちゃんと消毒とかやったりとか、水分めっちゃ取るようにしてますね。なんか乾いたダメって、なんか喉乾いたダメみたいな、なんか乾燥したダメみたいな、なんか言ってたんで、テレビとかで。なんかいつかは絶対収束するかなって思ってやってるんで、そのいつかにこう願ってこう、なるほど、はい、とかまあ動画なんか見てますね、UFC とか、めっちゃ見ながら、それのモチベーション盛り上げてとか、絶対収束はすると思う、しなかったらもうその時はその時まあ多分すると思う、絶対するです、間違いなく。まあ休みとかあと、まあ、飛びっていうか、いつも通りじゃなくて、まあ、極端に、まあ、100人1日長く働かなきゃいけなかったりする日もあるし、はい、まあ、休みが出てきたりとかです、はい、気持ちもなんか、なんていうんですかね、こう乗らないというか、はいはい、全然なるほど、やっぱりそういう気分じゃなくなってしまいました、ね、あ、落ち着きそうかなとも思えるかな、まあ、長引く可能性も十分あるんですけ ど、結構意外といつの間にか夏頃にはもう落ち着いてしまったりすることも、はい、ありえないこともないのかなと思うし、なるほど、普通に考えたら結構長引くっていうか、1年とか、はいはい、うん、ひたすら 2年ぐらい長期になるとは思うんですけど、はいはい、まあ、そうなった場合にこう、まあ、スポーツとしてはどうなるのかなと。なるほどですね。変わったことは、まあ、試合の面では立たないから、ちょっと身が晴れない。なるほど、そうですね。今ジムもやってないから、自主トレばっかり。まあ、対人練習は、ちょっと本当、体育とかも、はい、子供はこっちも考えて、なるほど、なるほど、そうです。行かないようにして、はいはい、あと1ヶ月、ちょっと我慢、我慢する。我慢できなかった。なるほど、なるほど。さすがにやりたい。久々って感じ。はい、
楽しいです。まあそうですよ。この前はちょっと試合の話を聞いたら、ちょっとタイミングが合わなかったんで、なんでコロナ後にまたから連絡して、なるほど。まあ、ここに仕上げて。なるほど、はい。普段通りの練習がやっぱりできないんで、まあまあそうですよね。今しかできん練習と思って、まあ、ちょっとシャドウ増やしたりとか、はい、まあ、それこそいい時期なんで動画見まくって、はい、ちょっと技増やしたり、はい、で、まあ、こうやってもう現役選手なんで、まあ、週一こうやってみんな集まって練習できる、まあ少ないですけど、ただ少ない練習ですけど、その中で試して、まあ、改めてちょっと格闘技から離れて、うん、ああ本当格闘技好きなんだなっていうのは実感できたし、まあ、まだ引退を一回去年考えてるんですけど、これ全然引退できるんだと思ったし、まあ、落ち着いて、まあ、次試合した時に、あ、この時期があって成長できたんだなっていうのが言えたら、まあ、結果オーライかなと思うんで、今できる練習をみんなして、また普段通り格闘ができる幸せな、時間をまた送りたいです。